今私はですね、埼玉県吉川市の、福寿屋さんという老舗のカワウオ料理店さんに来てます。で、私のこの横には中川が流れております。まあ、ご存知の通りこの地は、中川と江戸川、2つの大きな川に挟まれた地域で、昔からで数ある川を料理店の中でここも老舗の一つ。まあ、そのお店の中で、生酢料理を堪能していきたいと思います。ではまた。はい、じゃあ福寿屋さんの中です。今から、上の方に上がっていきます。エレベーターです。すいません、ありがとうございました。はい、はい、このようにエレベーターですね。すごいですよね。どうもすいません。いくつかここら辺は昔ながらの、ナマス、あとはまあうなぎ扱う川魚料理店さんというのは多いです。このような中川の、ほとりに位置するところで、今上がってきたところは、2階になります。で、このようなロケーションになってます。私の座ってる、席はこんな形ですね。で、ちょっとあのメニューをちょっと開いてみますが、ですね、これすごいですね。カラスミ、こういうのも置いてあるんですね。で、ですね、今回私来たのはやっぱりあのここはあのナマズ料理をまあ出すところが多いんですよね。で、まあこちらの福寿屋さんで、あのどのようなナマズ料理、いただけるかということで、まああのこのナマズのかば焼き、そしてナマズのたたき、まあ絶対外せないのはやっぱり私ビール大好きですから、ビールですね。はい、キリン一番搾り、はい、瓶ビール、中瓶ですね。はい、これ注文しました。ということで、あ、すいません。はい、もっとちょっとで、はい、ああ、なるほどね。はいはい、あ、なるほどね。ここはどういう目的で利用できるんですか？じゃあもう本当要予約みたいな、もう必ず電話で予約してっていう感じで。タバコが吸える場所。あ、あ、はいはいはい。タバコを吸えるスペースが、あ、こういう風に、あー、すごい、あ、こういう風になってんですね。ははははは、なるほど、すごい、あ、ありがとうございます。すいません、いや、すいません、サンダルがあんまり慣れてないんです。すいません、大丈夫です、ありがとうございます。じゃあまず、瓶ビールの方から行ってみたいと思います。もうあの今日はあの外がめちゃくちゃ暑かったですから、もう本当あのビールはね絶対に欠かせません。はい、じゃあまずいただきましょう。ただその前に、いただく前に外の景色ちょっと皆さん見てください。はい、こんな感じですね。中川です。で、あそこの遠くに見えると思うんですけど、あそこで田んぼ跡を最初に見てきました。で、今こちらに、来てるという形になります。はい、じゃあビールいただきます。うまいですね。はい、はい、で続きましてこちらは、ナマズの、たたき、早速いただきましょう。はい、まあ、あの前回あの
工事屋さんでいただいたとき、これを箸でね、ちぎろうとしても、ちぎれないっていうのが分かったんで、もうそのままかぶりついていただきたいと思います。では。うん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 。うまいですね。もうほんと。やっぱり店によって、まああの、レシピとかも若干違うっていうのはあると思うんですけど、この骨ですね。骨の食感がやっぱりあるかないかっていうのが肝になってるのかなっていう感じがします。もう非常にうまいですよ。ビール進みます。今山椒をかけました。で、まああのナマズのかば焼きですね。はい、あ、ここら辺は結構、あ、まあうまく切り離せました。はい、で、こちらですね、今山椒をかけました。これいただきます。はい、あのナイスナイス、あのこのまず今いただいてちょっと気づいたのは、この山椒のクオリティが高いというか、あの今まで食べてきたうなぎ屋さんのあの山椒とは違いますね。これあの多分うなぎ屋さんでいろんな山椒とかをこういうふうに、まあ、うなぎに、まあ、これはナマズなんですけど、かけてきた人たちからすると絶対にこれこの山椒っていうのは違いますね。驚きですね。なんか絶妙な上品な風味、すごいですね。この山椒はね、本当びっくりですね。はいはい、先ほどナマズのかば焼きと、ナマズのたたき揚げを、食べた、料亭さん、福寿屋さんがまさにここの目の前にありまして、まあそういった形で、昔から由緒ある料亭で、まあ、ナマズ料理堪能させていただきました。ありがとうございました。さあ、これに注目ですよ。これ見てください、ザリガニあります。